デトロイトビカムヒューマン、やりましょう。現実の我々の社会でも2045年には人工知能と人間の立場が逆転するという説があるんですけど、このゲームの舞台が2038年のアメリカで、もうすでに人間クリソツのアンドロイドが運用されているっていう時代なんですよね。まあそこで人間と機械がどう付き合っていくのかっていうストーリーなんですけど、まあストーリーも結構幅広く分岐するという噂なので、プレイヤーの判断によって変化していくストーリーっていうのも楽しめるんじゃないのかなと思います。こんにちは。こんにちは。デトロイトビカムヒューマン。尺完璧。私はアンドロイド案内役です始める前に、さすが俺だぜ。プレイ環境を整えていきましょう。はい、お願いします。なんかこのお姉さんのこめかみのピカピカ光ってるところがあれだよね、人間とアンドロイドを区別する場所みたいなことだよね。あんなん帽子とか深くかぶったら隠せそうだけどね。で、はい、言語は日本語で OK です。字幕の大きさは大きい方が見やすいかもな。最近のゲーム字ちっちゃいんだよ。はい、画面を調節してください。あ、最初にいろいろ設定するんだな。この辺はまあサクッと設定しておこう。画面も明るめの方が見やすいかもな。はい、それではプロフィールを選びましょう。プロフィール、あ、難易度か。難易度ってプロフィールっていうの。難易度選択はまあこれあれだな、体験版と同じだな。多分体験版も俺ちょっと触ったんですけど、難易度はまあざっくり難しい方と簡単な方の2択しかなくて、まあアドベンチャーゲームだし難しい方でいいとは思うんですけど、この人全然俺の選択に興味なさそうだななんかすげえ遠く見てんじゃん。簡単な方を選ぼうとしたらちょっと寂しそうな顔するみたいなそんなんあったらちょっと可愛かったけどね。はい、エクスペリエンスで操作が複雑になるか没入感の高いモード。はい、お願いします。このアイコンの表示中は本体の電源を切らないでください。はい、わかりました。それでは早速始めましょう。忘れないで、これは私たちの物語。うん。そしてあなたたちの未来。未来、まあそうだよな、結構社会的なテーマでもあると思うんだよね、人工知能との関わり方って。2038年、20年後だ。あ、一番最初は体験版と同じなのかな。導入は、うわすげ、アンドロイドだからこんな精密な動作もできるってことだよね。うえ。あ、まあ最初のステージ体験版と一緒だったら最初は結構スムーズに進められるかもしんない。交渉人の到着。交渉人、あ、もう動かせんな。すごいよね、この映像のクオリティのままキャラを動かせるって。まあ交渉人って言ってたけど、まあこの人は警察の、なんだろうな、仕事をサポートする役割のアンドロイドで、だから情報分析能力みたいなのに長けてるんですよ。例えばこうやってね、この空間にあるもので調べるべきものを一瞬で判断することができるみたいな、あの黄色いアイコンがついてる場所が調べられる場所になってるんですよ。で、家族写真。そう、この写真を見るだけでプロフィールが出てくる。この分析能力よ。ジョン・フィリップス、フィリップス家。そうだ、なんか、あらな、娘さんが人質に取られてるとか、そんなんだった気がすんな。ここもう事件現場なんですよ。で、なんか騒いでるけど、あれ多分お母さんだよな。で、そこも調べられる。こんなお魚もデータベースに入ってるんですよ。これはもう助けてやるでしょ。こういう心もあるんだよ、命を大事にする。これ俺体験版でも同じ行動を取ったけどね、右上になんか、そう、ソフトウェアの異常って出るんですよ。なんか感情に関わることはエラーとして処理されるようにできてるんじゃないのかな、この世界のアンドロイドは。で、あ、こんにちは。あの子を助けてください。まさかまさかアンドロイドを。さあ、奥さん、激しく差別されてんな。やめて、包丁は本物の人間に頼んで
まあ気持ちは分からなくもないとこあるけどね。なんかこれ犯人もアンドロイドなんだよ。だからアンドロイドをアンドロイドが交渉するっていうなんか異様な状態なんだよね。 R2 を長押しして任務を確認。これさっきのやつだね。 R2 を長押しでアラン隊長を探せって出てたけど、あの黄色いところが多分そうだね。あの黄色いアイコンが出たところに向かっていけば基本大丈夫みたいなことだったと思う。で来ましたよ。話す。アラン隊長こんにちは。私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。奴は制御不能だ。俺の部下もすでに二人やられた。だが奴を撃てばバルコニーから落ちて娘も道連れだ。人質いるからな、下手に撃ったりできないんだよな。変異体の名前、あ、そう、変異体ってのがなんか暴走したアンドロイドを指す言葉だった気がする。彼の名前は。さあ知らないな、どうでもいい。よくねえ。交渉するには情報が必要。必要だよ。教えろや。教えてくれないのかよ結局。停止コードは試されましたか。当然試したよ。食い気味に来るな、ね、嫌われてんのコナン。いいか、子供を救うことだけ考え。現場でも嫌われてんの。アンドロイドを止められなきゃ俺が始末をつける。俺に任せとけ、時間を無駄にするな。アラン隊長探せって言うから探したのに時間を無駄にするな。ひどくない。あそこにもなんか調べるもんあんねん。この部屋はあそこだけかな、調べられるもの。はい、現場の状況を確認する。もうね、こういう銃が入ってたケースを見るだけで銃の型までわかると、この分析能力よ。まあ、体験版やってるからこの辺ちょっとスムーズにいっとこう。で銃弾は9ミリでね、ある程度情報を集めるとその場所で何があったかを再現することができるんですよコナー。だから犯人はこの棚にあるトランクをこう取って銃弾をばらまいてしまって、でそのまま銃を取ったわけだ。でなんか分析できる場所あったね。ここを分析して、はい、変異体は父親の銃を使った、この家にあった銃を使ったんだね。でいろいろ調べてみよう。取りますよ。現場の状況を確認する。人質の部屋を調べる。人質の部屋か、あっち現場だな。なんか調べるとこいっぱいあるし。であっちが人質の部屋じゃなかった。まあ要するにこの家の娘さんの部屋。失礼します。で調べるもんあるね。俺もね全部調べたわけじゃないんだよね、体験版はやったけど。このステージなんかね、ある程度操作進めたら時間だっつって強制的に終わっちゃってさ、だから全部をやったわけじゃないんだけど。変異体の名前はダニエル。うわ、親友って言ってたのに人質にとって父親を殺してるんですよ。まあ何かしら理由があるはずだよね。それを操作しなきゃいけないんだけど、そこに落ちてるヘッドホンぐらいかなと。この部屋は聞く。娘には銃声が聞こえなかった。ヘッドホンしてたからってことか。音楽聞いてても銃声は聞こえそうだけどな。あとはそこにもなんかあるな。これ俺調べなかったかもしんない、やった時。シャワールーム、おしゃれだな。あれ嘘だろ。なんもないの。時間無駄にした感すごいな。やばい、また操作打ち切りになっちゃう。時間だ、早く行けって言われるんだよ途中で。急いで操作しないと。この被害者は分析する必要あるでしょう、真っ先に。失礼します。これお父さんかな。9ミリ弾による銃創。9ミリ弾さっきあったよね、あの銃で撃たれたってことだ。あー死亡、ジョン・フィリップスかわいそうに。であと分析すべき手がかり、ここと
ここもか。うわ、3発も撃たれたんだな。これも9ミリだ。で、情報を調べ尽くしたので、状況を再現する。で、ああ、もういるじゃん、犯人。撃たれてる。で、最初は、ここ分析できんな。父親は何かを持っていた。はいはいはい。何かを持っていて、なんで何か持ってたってわかるんだよ。銃弾の跡見ただけで。で、後ろのに気配を感じて、振り向いたら、もう撃たれてしまったと。うわ、3発も。かわいそうに。で、あ、さっき落としてたものを、落としてたもの？持ってたものを、そっちに落としたんだ。で、あれを調べよう。よし、俺これはやったぞ。これ真剣ゼミでやったところだの状態になってるよ。鍵かかってんじゃん。ロックガバガバ。変異体は買い替えられる予定だった。だから要するにね、新しいアンドロイド買って俺は廃棄されるんだって思ったんだよ。あー、びっくりした。ビビらせんじゃねえ。あー、怪我しちゃった一人。そう、急いで操作しないと。大丈夫？あら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 。まあ軽傷で済んでそうだな、あの様子だったら。で、まだ調べるとこあるな、いろいろ。そこにも倒れてる人いんね。これは大事でしょう。デトロイト市警の警官が第一応答者だった。うん、うわ、めっちゃ穴開いてる、ここ。9ミリ弾による銃創、右心室に穴。もう心臓撃たれて即死に近かったのかな。死亡。うわ、結構年配の警官だ、かわいそうに。あとは、あ、ここなんかあった気がする。はい、発砲の痕跡。うん、警官も銃を撃っていた。再現。だから犯人に向かって撃ったんだよね、当然。はい、なんかお尻かゆそうにしてない、犯人。お尻すげえ描いてるよ。で、犯人に、あ、最初に撃ったのかな、警官が。変異体は警官に撃たれた。怪我してるんだ、じゃあ。で、うわ、結局撃たれてる。人質は発砲を目撃した。ああ、あ、そうか、人質の手引いてたんだ、さっきのお尻かゆそうにしてたやつ。お尻かゆかったわけじゃねえんだ。はいはいはい。撃って、撃たれて、かわいそうにやられてしまう。あ、そっかそっか、銃拾えるんだ、これ確か。これやったぞ、俺。武器を発見。この警官が落とした銃。よし。まあ、できれば説得でなんとかしたいけど。ねえ、説得が効かなかったら強行手段も辞さないでしょう。手に取る。あ、なんか、条約みたいなのあんの？アンドロイドはいかなる武器であっても携帯または使用してはならない。あ、俺これ見てなかったわ。自分で体験版やった時、銃は取ったけど。じゃあこれコナー違法なことしてるんだ。武器持っちゃいけないんだもんね。で、ん？なんだこれ。雑誌？うわ、関係なかったっぽい。あとは、あ、その辺にもなんか調べる情報あんな。あとこっち。鍋グツグツじゃん。誰か止めろよ。そういうとこだよ。ガサツなやつらだぜ。なんでこんだけいて誰も止めねえんだよ。一家は夕食を取るところだった。なんかの役に立つのかな、その情報も。ミュート解除。ああ、中継か。現場の状況わかんじゃん。うわ、すーげえキワキワんとこ立ってんな。そうなんだ。アンドロイドが人殺した初めての事件。結構重大な事件だよね、じゃあ。うん。あ、まあ別に調べる意味はなかったかな。しかしいい家だな、ここ。で、あとはその辺だな。なんか血痕みたいなのがあるね。これ。うわ、ペロってした。この青いのあれなんだよな、アンドロイドの血液みたいな。ブルーブラッド。
アンドロイド負傷してるからね、警官に撃たれて。うわ、型番までわかんの今ので。すげえな、コナー。アンドロイドの中でも多分かなり優秀なんだよね、コナーは。そこにも何かが落ちてる。うわ、すげえ、なんかいろいろ調べてる。俺本当にね、何度も言うようだけど、体験版やった時割とじっくりやってたらすぐさ、おい時間だ早く行くぞっつって勝手に操作打ち切られちゃってさ、そんなに満足に調べられなかったんだけど、なんか完璧に調べた感あるぞ今回で。もうそっち行っていいの？これ、おわびっくりした、撃つなよ。見るチラッと、うわー、ありゃ射殺できないよね。人質も落ちちゃう可能性確かにあるもんね。これもう外出ていいのかな、自主的に。あの警官生きてるぞ、なんか外にいる人かな、この人じゃないよね。うわっ、やばいやばいやばい、あ、これだこれだ、この状態自主的に行けばよかった。これも多分強制的に行かされるんだよな。行くぜ俺は、材料は揃った、交渉の。やめて、死んじゃう。来るな、近づいたら飛び降りるぞ。いや、やめて、お願い。うわ、怖っ、何階だよここ。うわ、キワキワすぎる、怖え。名前知ってるよ。やあダニエル、なぜ僕はコナーだ。俺の名前を。他にもいろいろ知ってるよ。知ってるぞ、僕は何でも知ってるぞ。助けに来たんだ。あそこでなんか倒れてる人がいる、あれか、生きてるぞっていう警官。おい、動揺させてんじゃねえよヘリ、ふざけんなよ。なんか下がっちゃったじゃん数値、ちょっとあの人助けらんないかな警官。あ、なんか出てる。あ、穏やかにかな最初は。最初はね、同調するとこから始めないと。説得ってのは。これ大丈夫かな、この人に近づいて。お前の武器は？武器？あ、持ってます。持ってるけど、これ嘘ついた方がいいこともあるんじゃない？ないよ武器なんて。丸腰さ。ほんとさ、いやいや法律で決まってっから武器持っちゃいけないって。知らねえのかよ。僕は丸腰だ。あ、調べるって出てんな。あー、でもなんか言う、せっかくなんかアンロックされてる情報あるし。原因買い替えられると知って。そう、それそれ、調べた方がいいのかな。警官倒れてる、家族の一員だと思ってた。あー、でも変異体安定した。大事な存在だ、調べちゃおう。無視してる。ひどい出血だ、病院に運ばないと彼は死んでしまう。助けてあげよう。人間はどうせいつか死ぬ、今死んだって変わらないだろう。アンドロイドっぽい考え方だね。おい、やめろ、びっくりすんな。そいつに触ったら殺すぞ。どうすんだ。いやー、これは人命優先してもいいんじゃないの。生き物じゃない、殺せないぞ。そうだ、こう誠実さをアピールしろ。ああ動揺しちゃった。でもこれ近づいて大丈夫かな、これ以上。エマと君、エマとは仲が良かった。そうだよ、知ってるぞ、親友だったんだろ。君は裏切られたと思ったんだろうけど、それは違う。嘘をついてたんだ。なんか近づきすぎんのも怖いな。愛されてると思って。大丈夫かな。だけど違う。なんかプールにも誰か浮いてんな。あれはさすがに助かんないか。どうする、ここは同情的でしょう。ダニエル、そう、君は何も分かない。相手を受け入れることから始めないと。説得は。やっぱ感情ってエラーになるんだな。俺のせいじゃない。上がってきたぞ成功率、90%。 おいやめろ、いい感じに説得してんだから。彼らにとって俺は撃つなよ。命令を聞くだけのただの奴隷だった。あの音おかしくなりそうだ。あのヘリコプターをどこかにやってくれ。そんなんコナーの権限でできんのって最初思ったけど、できるんだよね。俺が説得するからお前ら下がってろ。邪魔すんな。
これどうする。最後、いやもうここまで来たらもう信じろでいいんじゃないよ。ダニエル、僕を信じて。 99% ですよ。人質を解放すれば君を傷つけたりしない。頼む、全員引き上げさせろ。それと車を用意しろ。町から出たら解放してやる。それは無理かな。あ、銃使うってある。え、じゃあ使っていいのかな。いいのかこれ。いや脅しとか今さら通用しないでしょ。撃てもおるか。この距離なら助けられる。女の子も、あ、女の子普通に無事だったわ。やっちゃった。説得だけで行く方法もあったのかな。ソフトウェアの異常。うわ、またなんかの感情感じてたんだよ。かっけえ、ミッション成功。警官も一人助けたし、重傷の俺ね、体験版プレイした時は、体験版俺一人で普通にプレイした時はね、コナーと犯人が一緒に落下してコナー死んじゃったんだよね。っていうのを俺やってたから、俺うまくいってよかったわ今回は。フローチャート、この画面すごいよね。ゲーム本編のね、画面も魅力的だけど、俺このフローチャートの画面見てこのゲームやろうって思ったもん。こういうの好きなんだよな。で、最終的にコナーが変異体を撃ったと。他にもいろいろと結末が用意されてるんだけど、まあその中の一個が俺が見た一緒に飛び降りるやつだけどね。よかった、コナーが生きてて。さあ、2038年11月5日。あ、こっから先はもう体験版ではなかったとこだからね。知らないところだわ、俺も。トップクラスの家事アンドロイドですよ。え、何これ。レシピの種類は、あ、そっか、売ってんだ、アンドロイド。うわ、なんか人の姿のもの売ってるってなんか異様な光景だな。右スティックでカメラを、あ、これあれか、俺が見てる視点も売られてるアンドロイドだ、多分。足元見れないかな、足元は見れないか。うわ、商品のアンドロイドの視点。営業してるよ、すげえ光景だな。ありがとうございます。ではあちらでオーダーの手続きを。もう人身売買みたいに見えるもんな。値段が上がりますが、さらに万能なんです。さあどうぞこちらへ。機能が増えたとしても値段はもっと高いんだろう。お、来たぞ。いかがです、整備にちょっと。こんなおっさんに買われんの。かなりひどい状態でしたよ。これ無理。何があったんですか。惹かれたんだよ、ただの事故さ。整備、なるほど。ともかくもう新品同然ですよ。ただリスなんか修理した風だったよね、今の話ぶりだと。問題ない、よかった。虐待してんじゃないよ。どうします、娘がつけた AX400、 名前の登録を。カーラ、私はカーラ。わあ、こうやって売られてくんだ。あ、ここでオープニング。お、実写じゃねえか、もう。すごいな。映像。なんかね、前情報だと、主人公が3人いるみたいで、まあ今のカーラも主人公の一人で、最初に操作した、警察のサポートのコナーと、カーラとコナーともう一人はなんかね、アンドロイド、自我を持ったアンドロイド、だから変異体と言われてるアンドロイドだよね。自我を持ったアンドロイドたちが結成したなんか革命軍みたいな、そういうののリーダーみたいな、その3人の主人公を操作していくことになるみたいなんですけど、コナーは分析する能力持ってたけど、他の2人はそういうのあんのかな。
特有の能力みたいなの。すっげえ。映像、水滴の感じとか、デトロイトという、まあ AI だったりロボット工学だったりそういう分野が発展してる都市のお話っていうことだね。2038年のアメリカ、デトロイト。うわ、普通にストーリーが本当に興味深くてね、結末が予想できないもんね。